あ、いるじゃん普通に。あ、いた。もう一体いるなんて聞いてねえぞ。おい順平、お前はあれか、キリジョー先輩のシャワーシーン見たのかな。つうかお前ら大丈夫だったか。うん、大丈夫だ。何もありませんでしたから。絶対何かあったやつの言い方じゃん、それは。ボロが出るって。わかりました、鏡です。このホテルにある鏡から本体と同じ反応が感じられます。多分この鏡を壊せば結果が解けるはずです。なるほどね。そういえばあの時鏡が変だった気が。あれなんでそう思ったんだっけ。確か鏡の前に立った時に変に感じた記憶あるんだけど。ねえ、ゆかりっちだけ気づいてた。何だったんだろう。あー、で敵シャドウがいるというわけだ。鏡を壊すっつっても部屋に入…あ、入れる。これ壊す。この鏡とりあえず割ってみるか。パリン。ピッカの力が弱まりました。まだ上の階のどっかに鏡が残っているようです。上の階を探してください。なるほど。いきなり当たり引いちゃったね。だとしたらね、うーん、この人は多分シャワールームから出てきた瞬間かな。こっちはそれを待つ男かな。やれやれ、やらしいですね。逆に言うと鏡がない部屋もあるっていうことだよね。ああ、あるじゃん鏡。壊すか。この鏡割る。これ変わんないか。え、意識が薄らいでいく。へえ。あ、失礼くん。起きた、失礼くん。どういう状況？え、外れの鏡割ったらダメってこと？うーわ、戻された。闇雲に鏡割るだけではダメみたいですね。鏡に反応があるのは確かなんです。多分何か見分けがつけられるはずです。慎重に割ってください。正解の鏡があるというわけだ。何か違和感があるって言ってたもんね、ゆかりちゃんが。鏡の前に立った時に。なんか俺たちが映らないとかかな？偽物の鏡は。あ、もう一回。またやられちまったな。これどうすりゃいいんだ？先輩も見当はつかないか。あ、ここだ、ここだ。ここの鏡は、あ、やっぱ映んないね。自分たちが映らない鏡。これ割ればいいと。それは違和感あるわ。鏡の前に映らないなんてことないもんな。そりゃゆかりちゃん、覚えててほしいわ。ここは、あ、映ってるね。これは外れ。分かってきた、分かってきた。ここは、お、ここも、事故。あ、映るな。これも外れ。あ、映らない。じゃあこれが正解でしょう。割ってみましょうか。あー、来た。これだ。本体がいる部屋の扉を閉ざしている結果の力が消えました。これで本体と戦えるはずです。ここか。行っちゃいますか。この先に本体がいます。行くしかあるまい。うーわ、なんじゃこれ。まあ恋愛だよな、あんたのせいで。ゆかりちゃん裸、裸っていうかね、バスタオル姿見られちゃったしな。まあ、イベントではね、おへそ見られちゃいましたからね。おへそいつも出してるか、ハイレグで。乙女の心をもてあそんだ罪の重さ、その身にたっぷり味わわせてやる。ここへそ欲しかったな。いや、なかなかのえぐい見た目してますね、恋愛。ハートぐちゃぐちゃですよ。なんかデロンデロンだもんな、なんか、液体感嫌だね。このラブホテルでそのジュルジュルの液体感はやばいよ。ラバーズ。了解。分析してみます。少し時間をください。でもそういうことを表してんだね、多分な。ラバーズジュースってことだよな。何が効くかは全くわからんが、とりあえず楽に出していいでしょう。防御弾。さっき覚えたよね。ラクちゃん。楽んだ。ガル。ガル聞いてほしいな。あ、ナイスナイスナイス。注意してください。弱点も投げれば耐性もなしか。アサルトダイブ。これに飛び込むの嫌だろうな、このハートにな。ブフーラ、ブフーラがもうメインウェポンだからね。あ、ナイス、めっちゃ効いてる。打撃、え、キモ、それビチョビチョになっちゃうよ、キリチョー先輩が。じゃあアギラウでいいか。何でも効くらしいから、とりあえず軽く叩いて。152、いいね。ガル、そろそろガルーラ欲しいね、ゆかりちゃんね。一人だけちょっと遅れちゃってるもんな。順平もか。順平もちょっともうちょい上位まで欲しいな。順平そらせてないから、運動ないけどな。ブフーラ、
でも楽んだいいな。大打ちがキンジラロ、これ魅了されちゃうね。うーわマジか。敵は魅了する攻撃が得意みたいです。うん、お互いをフォローしながら戦ってくださいね。魅了、まあ俺がされちゃうとやばいよな。ゆかりちゃんがすっかり魅了されてます。すっかり魅了されてすっかりだってよゆかりちゃん。ちょっとちゃんとしてよ。まあ、このためにディスチャームをねたくさん買ってきたんですけど、とはいえ俺が魅了された時が怖いね。他のみんながちゃんと直してくれるかどうか。指示も出せなくなるからな。あでも全然いける、ご利用していける。ご利用せ準備。アサルトダイブ突っ込んでいけ。ミスるねー、アサルトダイブ。ウフーラで削ってくれ。いいね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 。マハラギオン、アギか。いやーそうだよな。あれ俺火炎向こうか、ちょうどいいわ。あーどうしよう、リパートラしたいところですけど、ゆかりんと先輩の回復量じゃちょっと足りん気もするんだよな。先輩とゆかりんが回復で、で俺がリパートラで起こすから。キリジョ先輩ね、お尻が見えてる。キリジョエッチなポーズ、いいお尻。あ、メリー覚えてるやん。ナイスゆかりん、なぜ今まで使わなかった。もっと早くに使ってくれ。当てろよお前、いい加減。アサルトダイブ、よしよしよし。いやー軽かじきれたか。いやらまね、いいね。いかにいかにいくか。いやー楽んで切れた。エンジェラロ俺以外。あ先輩ね、おーナイス回避ナイス。とりあえず先輩は自分で回復してもらって、俺は楽んだと。楽んだ相当重要だな。だいぶ火力上がるぞ。軽いね。いやもうちょいもうちょい。純平お前何にもしてないからな、これ当てないと。当てろ、よしよしよし。うん、弱ってきたね。ディアラマ死にかけてナイス。ディアラマ強いな。マーラギオン先輩耐えてくれ。まあまあしゃあないしゃあないしゃあない。で先輩を叩き起こして、先輩のナヨットポーズでも可愛いんだよな。いやえメディアじゃろかい。どうした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 ゆかりん、メディアだろそこは。攻めろ準備、攻めろ。もうちょいもうちょいもうちょい、あと2発ぐらいか。ルフーラ攻めるね先輩。いいよもうちょいもうちょいもうちょい。マリンカリ直接来たな、単体か。あまあ、全然いいでしょ。一応直してあげようか。ディスチャーム、先輩も魅了されるんですね、マリンカリン得意な先輩も。先輩回復してあげて、ナイス。メディアでいいんだけどな大事すぎるの。4回かちょっといまいちか。 OKOK あと一発、先輩決めてください。そんなに強くなかったね。イエーイ。いやヌメヌメだ、キモかったな。まあこのね、キモさを表してるんでしょうね、このラブホテル街のな。レベル27、人間の愛欲のね汚い部分かもしれない。うん、普通にラブホじゃんこうやって見ると。治安悪。上出来だ、トリッキーな敵だったが助かった。うん、全然いけてたよ、トリッキーだったけど対応できてたし。ありがとうございます。うん、いいね、小さいツモつけちゃって。乗ってきたね風花ちゃんも。それと君もな。いや当然ですよ、的確だったでしょ指示が。よく惑わされず立て直して。2回ぐらい惑わされてループしたけどね、選択肢。何あちょっとよしなら解散だな。言うなよみたいな圧かけてきたねゆかりんが後ろから。いやでもお互いの2人しか知らない秘密が結構増えてきたんじゃないゆかりん。順平ちょっと寂しそうやん、せっかくこんなね面白いとこに来たのに何もなかったからな。そうだゆかりちゃん、まさか見てた風花ちゃん、ちょっと見てそうなタイミングだったよな一瞬。この前頼まれたことだけど。キリジョ先輩の話、えそれ俺と順平聞いていいの。うまくいった。あこそこそ話聞こえてるよ。わかった、後で聞かせて。ちょっと俺も聞かせてよ、裸見た仲じゃんゆかりん。よし私たちも戻りましょう。うん、元気になってよかったわゆかりんが。順平はあんま納得いってないんじゃない。ほら順平何してんの、行くわよ。なんかドキドキイベントなかったろ順平。
お前またなんか活躍したみてえだな出た出た、また嫉妬だよ。でもお前をメンバーに選んでやったんだぞ、今回は感謝しろよ。たま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 、これマジでそう運なんかじゃねって、お前が一番分かってんの。何を知ってしてんの。じゃあ次お前にやらしてっから好きにやれや。もういいよ、俺別にリーダーじゃなくて。ちょっと何突っかかってんの。もしかして悔しいわけ。そういうとこが子供って言われるんだぞ順平。まあ子供だからしゃあないけど、高校生だからな。等身大の子供なのかもしれない。うん、別にやらしてもいいけどな。ただ命かかってっからね、こっちもね。きっ、うっせえな。そんな怒るかね順平。どうしたどうした、なんかあったの。今回何も活躍できなかったからって。いやまあ気持ちはわかるよ、アサルトダイブ全然当たってなかったもんだって気持ちはわかる。イラつくよな、多分自分でもアサルトダイブ当たんなくてクソってなってるよな。その点俺のラクンダとかね、すごいハマってたしね。ん、これで伸びるのか、愚者が。久々に伸びたね。まあまあまあ、このタイミングでしか伸びないからな。月1ぐらいでしかな。いやちょっと順平の将来が心配ですね。まあ何かしらどっかでね、いい感じに進むんだろうけど、まあ適当にあしらうしかないか。また一つ厳しい戦いをくぐり抜けた。仲間同士の信頼感が高まった気がする。本当？順平は大丈夫か。もう作戦きた、攻めに徹しろ。あ、それ欲しかったわ。だマリンカリンとか多分しなくなるっしょ、攻めに徹しろしたら。もう霧城先輩は常にそれでいいわ。え、見ていた悪役拍手。想像よりも早い解決でしたね。こいつらどう関わってくんだろう。大した見せ物です。おお、見てるんだ復讐屋。彼らはここしばらく毎月こういった活躍をしていますね。なんか上から目線腹立つな。最近では頭数も増えているようですし、戦い方もなかなかユニークだ。まあ、お前らの見た目ほどじゃねえよ、ユニークさはな。あの塔にも頻繁に出入りしているようですしね。タルタル？どうでしょう、ジン。彼らは敵でしょうか？あ、まだそこ見極めついてないんだ。こいつら何のために復讐依頼サイトやってんだろうね。もうすぐ奴に会う頃合いやし、聞いてみたらええんとちゃいますか？奴？誰だ？まあ、そもそもこいつら影時間に普通に行動してるじゃん。ペルソナ使いなのかな？なるほど。それはいい。うん。彼は今や私たちと同じ運命を背負うもの。すぐにも会って話してみましょう。彼？誰だ？あれかな？シンジ君かな？私たちにはあまり時間がないですから。時間がない。でもあの学園の関係者じゃなくて、影時間に自由に行動してるやつは多分初めてだよね。もしかしてでも学校の生徒だったりする？ひょっとして在籍はしてますみたいな。なんとか今月もシャドウを倒すことができた。影人間もこれで少しは減るだろう。とにかくいろいろあってひどく疲れてしまった。早めに休もう。いやー、まあそんなに大したことはなかったけど、まあいかにも中盤の敵って感じはしたな。まだまだこれ中盤の上でも早い方だもんね。まだまだあと7体ぐらいいるってことだもんな。もうすぐ夏休みだね。どっか遊びに行こうよ。お、行こうぜ。海行くか。行きたい行きたい。海も山も全部行きたい。つってもその前に期末テストだよ。火曜からだっけ。やべ、もうあと1週間か。うわ、思い出しちゃった。でもさ、今回は試験休みもあるし、何より夏休みが待ってると思えば。でもさ、油断してると夏休み補習とかなっちゃうからね。いや俺も行ってたわ、高校時代マジで勉強してなかったから。夏休みの補習行ってたわ。結構いたけどな、夏休み補習10人20人ぐらいいたよな。謎の絆が生まれんだよね、補習は。来週の火曜から期末試験ね。こないだやったばかりなのに面倒ね。おい、先生が面倒とか言うな。先生も大変だもんね。あの、作文したり、採点したりな。あ、やだ。面倒っていうのは言葉のあやよ。日本語って難しいわね。そう言っとけば何でも許されると思うな。あ、それ言葉のあやだからっつって。俺も使おうかな。じゃあ次。夏目漱石のロンドン塔か。ロンドンでロンドンって読むの。なんとなく読めるでしょ。ねえ、リンドンみたいな感じでね。ロンドン。この時代、外国語をこうして文章に書いたのね。当て字だけど結構センス問われる翻訳よね。そうね。意味も通じてなきゃいけないしな、なんとなく。じゃあこれは鈴木くん。何でしょうか。はい、問題。じゃがじゃん
ジャカジャンっていう SE もちょっと古いかもしれないな。ニューヨーク漢字で書くと、ああこれね、これなんですよね、ひもいく。これもうこれ知ってないとわからないな。ニューヨーク、これ順平が答えそうなやつ。うん、ニューイクでニューヨーク。お、見かけによらずやるね。見かけによらずバカにしてるな。言葉のあやですかそれも。ニューヨークへ行きたいかーってね。ああそういうことか。ウルトラクイズのあれジャカジャンって。ちなみに私はね、あの PS2 のウルトラクイズ達成してるんで、ニューヨーク行ったことありますからね。シーンとしないでよ。ジェネレーションギャップなんて認めないわよ。ホワイトキックってやつですかこれが。選んだ答え正解だった。よしよし、魅力か、学力ください。いやそうなるとよ、コミも上げたいけど、やっぱ学力、図書館行こうかいな。学力上げときたいな。付け焼き場とはいえまた試験がやってきたね。しかも今回は期末試験で範囲も難易度も確実にアップしてる。図書室とかも活用して気合入れて勉強しておかないとね。そういうことですよね。ゆかに大丈夫？もうすぐ試験だね。うちの先輩たちって頭いいからさ。これ前も言ってたな。うん、夜中に勉強するの疲れるもんね。そうなのよ。確かに中間より期末の方が範囲も広いし問題も難しいけれど、だからって私は別に身構えないわね。やることをやってれば点は取れるし、逆もまたしかり、それが真理なのだから。まあそうだよな。でもやることをやらなきゃいけないわけだから、結局は。それでやることやってないやつが慌ててるわけ。ん、幽霊だかなんだか知らないけどさ、何かっていう無気力症広めてんのって感じ。また幽霊？もう死んじゃってんだから、生きてるラブラブな二人に邪魔すんなっての。ああ、この間の二人の無気力症のやつか。男女ペアの無気力症って幽霊の仕業なんだって。なんでまた幽霊になってんの。昔この学校で心中した男の子と女の子がカップルを妬んで無気力症にしてるって。そんなことなかったよ、ラブホにいたよその幽霊。もし幽霊だとしてもな。まあ学力ないと進めない込みもあるし、学力上げなきゃな。なかなか集中できない。あー疲れてるしな。なんとか解いた。あーよかった。くー、厳しいね。あ、おかえり。うん、私これからちょっと風花と話があるから上に行ってるね。おいおいおい。タルトラスには行かなくていいでしょまだ。話って？あ、うん、ちょっと気になることあってね。さすがに作戦の直後ですから、みんなに疲労が伺います。今日はゆっくり休んでくださいね。ちょっと盗み聞き行っちゃおうかな。さすがに気になるよな。なんだよ、なんか妖怪リーダーさんよ。おい、当たりきついなこいつ。ち、俺だってその気になれば。あー、なんかシャドウ出しそうじゃね、順平。シャドウ順平出るかな。逆に楽しみになってきたわ順平。お前がどうやってな、これから大人になっていくのか。今日はミツルが留守にしてる。タルタロスはまた明日からだ。どうせ作戦の疲れも残ってるだろうし、今夜ゆっくり休め。真田はね、待機組だったからそんな疲れてないだろうけどな。まあ、気になるのはゆかりちゃん。次のミスです。あ、昨夜未明白川通り沿いのホテルシャンドフルーラシャンドフルールって呼ぶんだ。で事件がありました。この事件はホテルの数カ所の部屋で備え付けの鏡が割られていたというものです。ごめんね。部屋には宿泊客が滞在していましたが、犯人の目撃情報は得られていません。宿泊客の中には所持品が荒らされたという被害報告も上がっています。あれか、シャワー浴びるときに石鹸使ったとかそういうこと。警察では物取りの犯行とみて詳しく調査を進めています。何も取ってはいないだろうけどな。取ってはいないだろうけど、え、順平なんか取ったりしてないよなお前。多分ゆかりちゃんがバスタオル使ったりとかそういう感じかな。まあでも部屋泊まっててさ、鏡割られた側はそれは怖いよね。え、みたいな、割ってないですよみたいななるよな。それはちょっと申し訳ないけどな。でもその宿泊客を助けるためでもあるからね。入っていいのかなこれ。あ、またやってるね。大丈夫、話聞かせてもらっても。あ、そうだ、昨日殴ったりしてごめん。そうだ、俺ビンタされてるわ。本当はもっと早く言いたかったんだけど、みんながいる時じゃまずいでしょ。そうだよね、俺が何かしたかってなっちゃうよな。とにかくごめんね。今の話は風花ちゃんにはしてもいいってことか。風花ちゃんには話したのかもな、裸見られたよって。え、何の話してたのかって。それはと、あー、それよりも昨夜のしずくん大活躍でしたね。嘘がつけない子だな風花ちゃんは。次もあんな感じでバーッとお願いします。なんかもう適当になってるもん、バーッととか言って。あ、その顔、その顔いいぞ。うん、嘘が下手だね。まあでも教えてはくれないんだよな。
気になるけど後々教えてほしいな。俺も霧城グループの闇については知りたいからね。まあ、でも後々さ、この二人の話、今結局この監視室も録画されていて、あのさ、ギャグ言ってる時もさ、理事長が、あれも録画されてたじゃん。この二人の話も録画されてる気がするんだよな。あそこのね、司令室も録画されてたから、じゃあ後々で、なんかビデオで見れそうですね。楽しみにしておくか。あ、来た！クイズゲーム！よっしゃ、ラッキー！頼む、学力上がってくれ！ゲーセンで勉強するやつ。さすがになぁ。まだ上がらんか。しばらく図書室が良いですね、これはね。あ、来た！ジカネットのやつ。なんか学力上がるやつ売ってくれ。ケプラーベストね。よし、拾取れたか。クイズゲームで学力上がるって、多分その、高校の学力で解けるようなクイズが出てるんだろうな。テストに出るような内容が。いつ見てもすがすがしいね、朝日が。窓ガラスにピカーって反射して。なんか自信みたいな話してる。ああ、校舎新しいもんね。建て替えられてからあんま経ってないって。ああ、そう、10年前だっけ爆発したのが。爆発に巻き込まれたんじゃない？というか、この学校が爆発したんじゃないか。親に聞いたんだけど、10年前に爆発事故があったんだって。絶対爆発してるやん、この校舎。それで校舎が壊れたらしくて、建て替えたらしいんだけど、怖いよね、そこに通うって。原因不明の爆発事故が起きた学校だぞ、ここ。よく通ってるような、俺たちな。噂ではそれだけじゃなくて、その頃相当数の生徒が不登校になる事件もあったらしいんだ。それで綺麗な学校に作り変えたんじゃないのかって。え、爆発事故？知らないんだ。科学の実験中とか？危ない授業だったんだな。いや、授業で爆発するわけないだろ。知らずに通ってる生徒もいると。10年前の事件もな。まあ、おそらく霧城グループが隠蔽したんだけど、それがね、隠蔽しきれずに噂という形で残ってんだろうね。今日平安時代ね、ガンガンに飛ばしていくよ。平安時代も武士出るだろ、後半。794年、泣くようぐいす平安京。894年、吐くようぐいす遣唐使大使。吐くようぐいすはないだろ。遣唐使はね、海越えるから吐くようゲロゲロ遣唐使みたいなね。覚えましたけど、私も。面倒だから、火曜からの試験にはこのまま出しちゃおうかな。で、この頃の勝因についてね、武士の始まりにつながるからよく聞きなさいよ。ようやく武士出たね。よかったね、小野先生。じゃ、今日は失礼。復習ね。何ですか？荘園発生の基礎となった法令は、三世一新の法、墾田永年私財法、御成敗式目。御成敗式目はね、武士のね、取り締まりというか、武士の法令なんで、最初は三世一新の法ですよね。でも荘園が発生した基礎となった法令、三世一新の法は自分が耕した、土地は三代まで自分が使っていいよという法令で、でそれで不満が出て、もうじゃあ自分が耕した土地はもう永久に自分のものにしていいよっていうのが墾田永年私財法。基礎となったのはこの後かな。こっから荘園ができていったってことか。ただその墾田永年私財法の基礎は三世一新の方だよな。どっちもあり得るよ。だから荘園発生の基礎。まあ、でも墾田永年私財法か。三世一新のやっぱ三代経つと返さなきゃいけないからね。墾田永年私財法。そうそう、よく覚えてたね。長ったらしい名前の法律だね。その前に発布した三世一新の方だと農民が怠けたから新たに出したわけ。なるほどね。どうせ返さなきゃいけないからそんなやる気出ないわってことか。孫の世代になると返さなきゃいけないからね。いつの時代も一緒だね。というわけでもう平安はいいかな。よかったよかった。学力、魅力かー。なぜ学力が上がらん。今日も図書室ですかね。さすがにちょっとワンランク上げときたいな。あん？何か用かい？ちょ、ツンツンしすぎだろ、こいつ。俺もう帰るからさ、用ないんだったら話しかけんなよ。そんなに？そこまで言う？え？ちょっと子供すぎるって、それは。いじりすぎたかな、純平のこと。子供子供って。お、復習サイトがあるって聞いたんだけどさ、あれってアドレスが超極秘だろ？だから情報集めるために、携帯でいろいろネット回ってんだよ。今見てるのは港区の地域別掲示板だけど、地味に盛り上がってるみたいだな。使える情報は転がってないけど。掲示板ね、2チャンネルかな。美術といえば、片目を閉じて鉛筆を立てるあの仕草ってありますよね。ああ、わかるわかる。何やってんだろうね、あれね。でもあれって大半は格好だけですよね。特に男子。やっぱそうなの、あれ意味ねえのか。なんかこうバランスとかを見てるんだろうけど、よくわかんないよね、あれね。でもなんか学力上がりにくいような印象だな。前の中間テストの時もね、結構頑張ったけど上がんなかったもんな。上がんないか。
ん、なんだ。ああ、ベルベットルームか。そうか、クリアしたからね。次のタルタロス。うん、エリザベスでございます。タルタロスの奥から何かが聞こえてまいります。さらに奥へと続く道が開かれたようでございます。まあね、これいつもの通りって感じか。まあ今タルタル言ってる場合じゃないからね。やはり満月の敵は現れるたびに強さを増しているようだな。そうか、ちょっと弱く感じちゃったな。俺たちが強くなりすぎちまったか。仕掛けてくる攻撃も前に比べて対処の難しいものが増えてる。そうだね、バリエーション増えたな。次の満月までまだ時間はあるが、油断は禁物だぞ。タルタルも調子よくクリアしていかなきゃいけないというわけだ。作戦で攻めにて城を選んだ場合、俺たちは文字通りの攻撃一辺倒になる。これは逆に言えば回復も補助も一切やらないということ。それじゃあ回復や補助は誰がやるのか。答えはアスツリー、お前だ。しっかりフォローしてくれよ。間違っても放置なんてのはなしだからな。まあその都度ね、毎ターン毎ターン作戦を切り替えますから安心してくださいよ。勝利の余韻に浸るも、勝因を分析するも大いに結構なことだが、来週には期末試験が控えている。俺を見て気持ちを切り替えてほしい。もう完全に切り替わってますよ、こっちは。図書室が良いですよ。お前どうした、なんか悩んでんのか。なんだよ、何か言うか、リーダーさんよ。俺だってその気になれば順平に活躍の場を与えようとして俺はね、チームに入れてあげたんだけどな。逆効果だったか。景気のいいニュースです。欧米ではただいま納豆が大変なブームを巻き起こしています。ミラクルビーンズと名を変えた納豆。え、そうなの。その輸出量はなんと前年度の5倍以上。本当？全国の納豆業者からは粘った甲斐があったと嬉しい悲鳴が漏れ。本当か、こんなニュースあったの本当に。待て、またユカリッチとフーカいないな。上か、またお話してんのか。あ、いた。今度はここかい。いつも感じるんだけどさ、フリジョ先輩って使命感強いよね。それこそこの命シャドウ総統に捧げようみたいな勢いでさ。でもあんまり使命感が強すぎるのもちょっとあれだと思うんだよね。確かにそうだね。あれ、先輩も先輩でさ、ちょっと義務感というか責任感あるわけでしょ。このね、裏若き少年少女を戦いに巻き込んでるわけだから、その責任は感じてるんじゃない。過ぎたるは及ばざるが如しとか、あとは中庸とかニュートラルルートね。古くからの教えでも何事もほどほどが好ましいって説いてるものね。まあ行き過ぎは良くないよね。何でしょうか、お話しようよ。一生懸命なのはもちろんいいことだと思う。でもそれが過ぎて周りと足並みが合ってないとしたらちょっとね。順平もな、足並み揃ってないからな。まあでもあれを霧城先輩はね、足並み揃ってる方だと思いますからね。今日も田中社長はいない。クイズ来てくれ、クイズ。くー、ないねー、クイズないかー。